よし、ドラフトのみでペナントを制してやっていきましょうか。外国人じゃない、海外帰国選手が12日で帰ってくるんで、とりあえず12日行こうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 で、去年うちはまあ5位に入ったんで、だから5位に入ったんですが、5位じゃダメなんで、お、今年優勝できるか。結構ね、5位から1位ってあるんだよね。6位から5位っていうのがむずいんだけど、意外と5位から1位っていうのは優勝できる可能性が高いんで、このまま今年は優勝しちゃうのかもしれない。残り1日で貯金5よ、貯金5。留学生は小森、森脇と小倉くんが留学しているということで、この試合勝ちたいと思います。すげえ、外国人なら外野だ。外野が4人並んでる、芝生みたいな緑。よし、大勝、いいね。8対1、圧倒的。工藤もホームラン打ってます。末永打ってます。対左に強い末永。熊沢怪我なくてよかった。森脇強、スプリングファストボールやばい。青グランパワーになったってなると、またピッチャー陣今多分好調なんじゃない、全体的に。うん、笠間使えて、笠間使えて森脇えぐ、スプリットえぐ、まっすぐ打たれてるね。まだ序盤だしね。岩谷も強っ。結構選手揃ってきたな、うち。問題は野手かな。ルーキーを使わざるを得ない状況なんだよな、この辺だよな。ソガメ抜くか。で、小倉入れて、小倉使いたい。2番に置くか。調子が良くない。対左は工藤は対左でしょ。ショートは対左、坂口行くか。セカンドを吉見にして、サード菅沼のところに末永、対左強い。あと対左ですよ、風間もちょっと対左強いのか。中原のところ変えてもいいね。でも中原も打ってんだよな。まあでもいっか、休養も大切だ。対左なんてそんなないで、週1回2回ぐらいじゃないな。あったとしても週2回だったら結構か。うわー、ここで絶好調の熊沢が怪我しちゃった。熊沢せっかく調子よかったのに持ってないな。3割打ってたのにね。亀ちゃんあげるか。せっかく打ってたのにもったいないと。誰やる。工藤が調子いいんだよな。笹本も調子がいいんで、工藤キャッチャーで笹本も調子がいいと。4番工藤でいくか。じゃあセカンドだな。末永が調子いいけど、これ対右でも使ってるのか。末永、岩永がショートだな。ショート問題が。坂口を右で使って、対左に家永使おうか。岩永使おうか。風間打ってないね。ショートだな。ショート問題はマジで池が抜けてからショートに困ってんだよな。そして岩永がスランプになった。だが首位ピッチャー頑張ってんのかな。5ゲーム差よ。このままマジで優勝いけんじゃない。あんだけ苦労したのにね、5位になるの。
うわあの工藤が調子いいうちにね、うわなかなか1週間の怪我。ピッチャー陣は4点台か4点台か、この辺ちょっと変えていくか。4点で4点で、この蓋ここは調子がいいと。中継ぎは結構打たれてるから、中継ぎ信用するんであれば先発に長いイニング投げた方がいいか。今年安永の年から0点台と抑えやらしてみよう。リード時リード時ビハインド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 リード時、スターゲン調子次第、勝利投手勝利投手勝利投手調子次第調子次第いくか。この3人は調子次第と。あーやっぱ右で使うと落ちちゃうな。横手を使おうか。熊沢の怪我ってまだ治ってない。残り9日か。ちょっと9日だけ我慢するか。で、熊沢あげよう。それまではコンピューターをお任せスタメンで頑張ってくれ。中原も怪我してたんだ。熊沢、よし、熊沢が帰ってきた。熊沢が帰ってきたんで、ここは熊沢くんを上げましょうと。で下げるのは岩永がめちゃくちゃ打ってないな。岩永一回下げるか。山地上げてみるか。風間も下げよう。ショート山地行こう。ショートがいねえんだよな。ファースト中原もめっちゃ落ちてる。熊沢でしょ。どうするか。横手も打ってんだよな。ファースト工藤ファーストできたよな。キャッチャーこうするか。ファーストだと誰ができる。あーいねえのか、ファーストできるやつは。3割6分、3割4分、2割8分、8本、3割3分、3本よ。この扇風機。なんでこんな打ってんのか分からんけど。ちょっとね、坂口いくか。坂口も打ってないんだよな。1割0分3厘と1割5分何厘とかなんだよな。ちょっとこのフォーメーションがファイヤーすぎて怖いんだよな。ファーストの守備がちょっと問題ながら、できたらどっか変えたいけど、熊沢のとこか。中原を使いたいんだよな、本当は。でも、打たんのよな。まあ、多分、工藤も下がってくると思うから、そうなったら工藤変えよう。この調子はずっと続かんでしょ。5連敗だ。ちょっと待って。ドラフトなし、DH なしのオーダー考えてなかった。単純に三浦抜きではダメでしょう。まあ、抜くなら吉見なんだよな。左には強いと。笹本抜いて三浦入れて、そうなるとファーストできるやつがいねえのか。横手はここに三浦入れようか。三浦セカンドできねえな。吉見はセカンド。吉見がなかなか有能だな。サードセカンド両方できるって、なかなか優秀な人材です。だから笹本もな、ずっとキャッチャーで使い続けると疲労溜まっちゃうんでね。怪我もねしてるからね。やっぱり勝ち試合とかは変わってほしいね。亀山に経験も積ましたいし、なんとかなんだかんで言って優勝無理かなと思ってたけど、冗談で言ってたんですが、意外とまだ残ってる。そして 4.5 ゲーム差、3.5 ゲーム差、4.5 ゲーム差と。
4.5 ゲーム、まだ 4.5 ゲーム差。だからまた登ってきたの、うちの。今崎がノリノリ。機材が壊れたら機材をすぐ買います。なぜならお金があるんで。いいね、今崎も。あと先発1枚だな。あと1枚揃ったら完璧。誰行く？森脇はちょっと打たれ出してきてる。勝利投手に変えてみるか。ちょっとリード時ビハインド。中継ぎがそこまで今信用できないのか。だからあんま投げてないな、中継ぎ。もうちょっと中継ぎにイング食ってもらおうぜ。まだ3割打ってる。やっぱちょっと折ってきたな。2割ちょっと落ちてきてるけど、いまだ健在か。打順下げるか。守備考えると岩永上げたいんだよな。山地下げるわ。ほんとショートがいないんだよな。で、岩永が2割打ってくれたらいいんだよ。2割、ね、2割はダメだ。2割5分なんとか打ってくれたらレギュラーで使うんだけどな。まあ、守備考えたら一番いいし。今のうちの投手陣と打撃陣ならまともに、まあ、もう守備優先でいった方がいいかな。 4.5 ゲーム差、未だ縮まらずと1ヶ月経ってもさらに開いているとゲーム差が。笹本のスランプここで痛い。だからオールスター休みでフレッシュしてくれ。なかなか沈まないね、うち。マジであるぞ。ここまで来たら優勝あると思う。8月まで1位の 7.5 ゲーム差つけてたらさすがに大丈夫でしょ。こっからマジック点灯、マジック消滅、マジック点灯。何やってんの。ちょっとずつ減ってるからね、これで。これいけるわ、来たわ、これ。これ優勝いけるわ。ピッチャー陣がえぐいわ、先発陣が。中継ぎはそんなに良くないと、今年先発陣が頑張ってる。2点台、3点台前半。この辺の疲労がやばいな。ちょっと一回下げたいな。一回これ一回このメンツで戦ってみよう。もう優勝は大丈夫だから、おそらく、多分。ちょっと待って。さすがにやりすぎたか。あと4日。ちょっとあと4日我慢しろ。あと4日なんとか首位を明け渡すな。1、2、3。よし。3ゲームなら大丈夫。10日間でやっぱリフレッシュしたんで、ここで主力がうちの。よし。うちの主力がリフレッシュしました。清田打ってんだろ。ちょっとリフレッシュした力を見せてくれ。
この10日間の休みを。あ、ちょっと待って、直接対決。でもマジック出てる。なんで？よし、マジック2、マジック1。どっちかの試合に勝ったら優勝と、あとの2試合両方負けなかったら優勝でしょ。余裕でしょ。でしかもソフトバンクが1敗でもしたら終わりと。うちに圧倒的な有利な条件で来ていますと。ここはじゃあ藤井を組んでいこうか。あー、ゼフ長がいっぱいいる。岩永はもう守れたらいいんで、もう使いましょう。小倉くんこう変えるか。ちょっと亀山キャッチャーやってみる。ダメだ、リードが弱くない。中原使って、ファースト使って、守備をちょっと固めよう。この絶望の8番9番ね。絶望の8番9番。オコエ。オコエがセカンドにコンバートされてない世界戦。パープルのオコエはね、よくセカンドにコンバートされるんだよな。あと、ヒジリサワと。昔ね、昔とかちょっと前の何年かのパープルはヒジリサワが絶対にセカンドにコンバートされてたんだよな。あと、赤星がレッドスターに改名してた。パープル2005年あたりかな。12かな、パープル。よし、いいぞ。藤尾行こう、完投しよう、完投。ピースラ。打った、ファール。第2球投げた、ボール。せっかくだし抑え投げさすか。うち右しかいねえんだ。あ、左一人だけど。だから中継ぎ全員右なんだ、うち。すご。今年頑張ったね、やっぱり安永に投げてもらいたい、最後は。先発陣も頑張ったけど、第9投げた。中継ぎでブルペン支えたのはこいつじゃないか。うちのこの弱いブルペン陣で投げました。内角高め、ボール。安永は本当に炎上するときは炎上するからな、その年によって。全然ダメな年もあれば、そこそこいい年もあると。そういう選手になっております。ナイスピッチャー、ピッチャー、よしみ。おお、全然いける余裕だった。俺が焦りすぎたな。守備固めしようか。固めるほどの守備固めがあるのかと。固めるほどの守備もないんだよな。守備上手いやつもいない、固めの。あ、こいつセカンド怖いな。菅沼セカンド、それぐらいか。エラー持ちをセカンドに置いとくのは怖いんで。第9投げました、打ちました、初球打ち、スタンドに入りました、ファール。楽天の打線はどうなんだろう。オコエ2割9分5厘、もう3割、ミート S100 だって、すごん。99って書いてるのに100なんだけど、どっちなの。そんなことある、これバグじゃない ?100 って書いてるけど99じゃない、どういうこと ?64、64でしょ ?60、60でしょ。なんでこいつだけ99、この試合に100、もしかしてこの試合、あれ ?100 になってる。あれ、じゃあこいつか、ん、あれ、ようわからん。こいつも100か、こいつも100なんだ。100が2人もいていいのか。こいつ99だよね。この試合でもしかして100になったのかもしれない。安田。あの安田か。ミートってそんな100になるもんな。外野多いな。ミート A だし、太田。太田光強くね。いい選手いるじゃん、結構。外野ばっかだけど控え。どういうチーム構成してんだろう。あれがシングルヒット。いい守備だったね、今の。青松千本安打達成まであと2本となりました。今の隠れ、ああいうのが隠れたファインプレーだな。ノーパワーだな、あれで入らないのも。この地方球場でね。あと1球。ライト宇宙間へのフライですが、熊沢。よーし、試合終了です。試合終了、ドラゴンのパリーグのトップに立ちました。歓喜の瞬間です。ついにこれでまずリーグ優勝だ。まさか俺リーグ優勝できると思わなかった、今年。去年5位よ。ってなったら戦力が揃ってたんだな。あんだけ連続最下位だってことがおかしかったのかな。
あのこの戦力でって T 岡田監督が。見事ペナントレースを制したドラモンド、本当に素晴らしい戦いを見せてくれた。初優勝とパリーグを制したドラモンド、17勝5敗すごいな。30通りだって。誰が盗塁したんだろう。野沢か。何怪我。あ、よかった、パリーグ優勝。そしてクライマックシリーズへ。10日間ある？休みあるね。一回落とそう、疲労溜まってるやつらは。この2人ぐらいか。ピッチャー陣は、だからピッチャー陣やっぱうまいことやってんだな。アメリカリーグの古橋は苦戦してるらしい。でここで帰ってこいと一軍に。でピッチャーこんなにいらないから減らすわ。あれどこ行った。先発1戦目誰行く。藤尾、具志堅、九州は7勝6敗、森脇、長嶋、今関、土井は1回中継ぎに落として、渡井下げーの、小森下げーの、ちょっとなんかブルペン陣がちょっと怖いね。ダイソー要員とかを置いときたいと。ファーストの守備もできると。中原出すか。守備考えたら中原使うわ。打ってないけど。ちょっとファースト守備 F は、工藤のファーストはちょっと怖すぎるな。いやー、泉絶好調か。ソフトバンクか。三森、坂上、小沼、小林、須崎、東野、佐藤、雲野、増渕、泉と。泉くんの絶好調は怖いです。まあでも日本シリーズと違ってアドバンテージ一緒あるんで、クライマックシリーズはこれはさすがに負けれない。その後の日本シリーズは知らんけど、負ける可能性あるかもしれない。よし、いいぞ。しかもうちの本拠地だからね、ずっと高校攻め、後攻めなんで3点なんて取れるでしょう。太田くん、太田って巨人の太田龍か、ドラフト2位のだね。抑え合ってんだ新谷、長川、おいい選手。川原、田中、川原か。泉10勝。ああ、順平、順平はずっともう中継ぎなんだ。36歳ですよ。三森、おー、いい選手だな。おー、いい選手。おー、いいね。強いね。強いね、佐藤くん。運動、またミート S。ミート S なりがちじゃない？守備要員のファーストか？
今井純之助ってあれか、日本ハムのやつか。上林何歳？ 38。 うわー、こういう代打もいる。怖いな。打撃陣はどうだ、うちのが下か。完全に外れた。ボール。まあうちが良かったな、先発だから。よし、二塁いける。三塁いける。ああ、無理か。4打数2安打。横手3割打ってます。ツーシーム156キロは打てんぞ。しかも対ピンチ B か。しかもリリース持ってる。対人では打ちにくい。高め打つのは悪くないんだけど、低めの球は引っ掛けてゴロになりやすいから。ああ、いいドロップカーブ。ドロップカーブ捨てよ、追い込まれるまで。初球ストライクから第2球。うまい、うまい。その球、そのいいね、つなぎの野球していこう。点差ある、点差ある。あの、ここで一発でいいや、3点だから。それは捨てる。よし、偉いぞ。絶好調小倉。今年海外から帰って4番に4番に座った男、背番号24番、高橋由伸が背番号を打つ。それは打っちゃダメですって言ったでしょうが。ドロップカードは捨てるって言ったでしょ、2ストライクまで。ここで三浦君、元4番、チャンスで触り2分。いやー、ツーシーム完全に引っ掛けたな。完全にツーシームを引っ掛けました、今の。あれが あのよく言うツーシームを引っ掛けるってやつだな。低めの、あの元広島のバリントンがね、よく投げてましたよ、ツーシーム。一時期オリックスにもいたな、バリントン。イニングイーターバリントン。岩中が調子悪いときはこいつらも何年、みんな調子悪いんだよな。どうせみんな調子悪いんだったら守備がいい岩中使おうぜ。どうせ誰も打てないんだから。どうせ誰も打てないんだったらもういいや、守備うまいやつで。あ、全員フル出場にしようか、クランクシリーズだし。途中交代しないで俺が途中交代させる。ダイソーとか使いたいからね。途中交代にしてるともうダイソーとか全部使ってしまってる後の可能性があるんで。よし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 、具志堅行こう。いや、変えよう。だから岩永ショートだよね。守備固めしようか。固めるほども守備もいないんだが、別にいっかも。このままで横手だけ変えよう。でピッチャー変えて、まだ点差あるから、久本とか投げさそう。今年1試合も投げてないけど。うちやっぱナックルカーブがあるんで、久本。このナックルカーブ。ナックルカーブさん、微妙だな。ドロップカーブの方がいいな。打ちにくそう。よー、ストレートで押してけ。意外と途中交代にしてるけど、みんな変わってないの。偉い。第1球投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。まずは入れてきました。1球目ストライクからボール。なんか弱気な顔してない、久本。球目投げた。すごいって、なんか眉毛が困り眉になってるの。第4球を投げた、打ちました。これセンター取れる。センター方向に、うちの野沢の守備範囲は広いと。取りました。ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。センターにやっぱこういう足の速い選手がいたらいいよな、安心して見れるわ。外野は1人でいいんだね、こういう選手が1人。 SCB BESCB、 もともと CGACCF か。いい選手になりました。3割2分5本50打点30盗塁、綺麗な数字だな。めちゃくちゃ綺麗な数字、キリのいい数字だな。大丈夫大丈夫大丈夫、全然全然全然。次抑えよな、久本。大丈夫、安心しろ。さ、困らなくていい。まだ大丈夫、まだ大丈夫。できればお前で終わらせたいんだ。そしてお前を2軍に送る。俺はこの試合が終わったら、だから投げてくれ。お前はどんだけ疲労溜まってもいいんだ。俺はお前がこの試合で2軍に落とすから頑張れ。とりあえず
とりあえずこの試合投げ切れ、あと1人、あとワンアウトなんとか取ってくれ。他のピッチャー使いたくないんだ、他のピッチャー使いたくないんだ。もうダメだ。あー使いたくなかったんだよな。誰使う？安永行くか。ここで抑えは使いたくなかったんですが、本当は第1球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました、あ打った強い当たり、入れば逆転だ。さらに入った、入った。安永さん、さすがにホームランないでしょ。3打数1安打、抑えぞお前は、それを投げないと。なんでストレートばっか投げんだろうね。安永はそんなストレートピッチャーじゃないんだぞ。そして太田6勝もしてない。なんで6勝もしてんの。ミモリンのファーストはどう。いやうめえ、サブポジだからうまくないのかなと思ったけど、うめえ。水谷のセカンドは、あーまあ悪くないな、隙はないと守備に。はいや、これリリースがあるから早く見えるんだよな。いやーすごい、あのドロップカーブよく打ったな。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。高めのドロップカーブをすげえ。またお前ドロップカーブ狙うのか。狙うな、ドロップカーブは狙ってんじゃないか。もしかしてドロップカーブ昨日打たれた球だから、抑えられた球だから狙ってるな、こいつ。完全にドロップカーブうまい。本当はカットするつもりだったけどフェアゾーンに入っちゃった。さよならランナー。なんでここは山地。いやーさよならホームラン、さよならツーランホームラン。危なかった、ちょっと二軍に落とそう、やつをやつを一軍に置いてはダメだ。久本一軍、二軍に置いて、でセリタ上げてくること。絶好調なんで、せっかくなんだし、まあ、これでやっぱ中継ぎ陣がちょっと安心できるようになったということで、今日はここで終わりましょうか。それじゃあ次回クライマックスシリーズファイナルステージプラス日本シリーズやっていこうと思います。それじゃあバイバイ、さよなら。